はい、対戦相手の方が見つかりました。ちょっと微妙にレートが伸び悩んでいるので、まあ、気分を変えてパーティーを変えてきました。前に使ってたパーティーですかね、これは。で、相手のパーティーが、配置やべえな、相手の人。まあいいや、ハッサム、バシャーモ、マンダ、クレセ、ランドロス、コケコということで、結構うちのパーティーと似てるといえば似てますね。初手はサンダーからかな。相手のパーティー、まあまあマンムー刺さってるんで、マンムーにめちゃめちゃ弱いポケモンっていうのは、初手に来ないと思うんですよね。ランドとかマンダとかね。まあ仮にランドマンダ来て問題ないし、サンダーから入りますか。サンダー、マンムーが確定でラストって感じかな。ここで行くと、まあ馬車アーモが重たいので、こっちも馬車を出すか、まあ、あるいはリヒエで受け回すかという形になりますかね。バシャーもあまりにも通ってないか。ハッサムには強いけど、マンダランドクレセに弱いからな。かといってリヒエが刺さってかというとそうでもない。けど、まあ悪くはないか。サンダーマンムーリヒエでいきますかね。はい。では対戦よろしくお願いします。初手コケコの場合はちょっと悩んじゃうな。電気 Z がそうじゃないかで、まあ、電気 Z ってか何だろう、瞑想とかがあるかないかでだいぶ対応が変わるんで、奪ってたコケコか。こう瞑想から来られると結構めんどくさいんだよな。あと身代わりか。まあ、跳ねしますか。一応、電気ゼットの可能性が一番高いと思っているので。ああ、そういうやつ。あ、まあ、それはそれでいいや。それはそれで別に、両壁やつか。挑発してくるかな、ドクドクで。してきたら、でもその分、ターン稼げるんで、リフレクター、OK、これはいい。まあ、どんなに壁を張ろうと、3段の毒の前では、無効ですからね。毒毒を入れて、もう挑発か10万か、まあ多分両壁挑発か、なんか両壁自然の怒りとかだと思うので、ここは一旦跳ね休めでいいか。挑発だったあと1個電気技だったと思うんでね、自然の怒り。あ、そっちね。オッケーオッケー。これはもう跳ねれんだり、まあ、電気技がないなんてことはないでしょう。コケコ使うにほとんどなくなるからな、それ。まあコケコじゃ、なんだろう、まあ一応エレキフィールド貼れて催眠対策できるっていうのはありますけど、それだけだもんな。ドクドクで、ここは交換の可能性濃厚。相手もいつまでもこれやるわけにはと思ったら、ありゃりゃ、まあいいや。それでもさ、相手こう自分の首絞めると思うんですよね。壁のターン的に、ターンと壁が混ざって壁と言ってしまいましたね。大変申し訳ございません。で、跳ね休めで。こっちはな、別に壁があろうがなかろうが3段の毒は通るので問題ないんですが、引いてきた。ここで引くか。迷ったんでやってもらわなかったの結構謎ですね。クレセリア、ほうほうほう。早いクレセなのかな。だとちょっとまずいっちゃまずいんですが、まあでも早かったら早かったで、レキで投げればいいから。3台遅ければそもそも毒が飛びますからね。あー、それか。まあ、ただレヒレは挑発がある。他ボールチェンで瞑想。はい、まあこれ相手の壁は絶対に、壁じゃねえ、猪狩絶対に割れませんが、まあ、自然の怒りだったら割れるんでね。定数ダメージであれば関係ないかな。だから相手の壁はあんまり気にせず、こっちは行動できるような戦術ですね。たまたまですけど、たまたまですけど、これは狙ってこういう戦術にしたわけじゃありませんが。で、瞑想ガン積みも嫌なんで、これさっさと挑発しちゃいますか。まあ、3台で遅いクリエイをちょっと期待したけど、出し方的にそんなことはありえなかったんで、さっさとボルチェンしてもよかったですね。まあ、あんま変わってないから、状況は。結局、瞑想は積まれるわけだからな。で、ここは挑発で。瞑想
そうは入るね。ただなここで食らう技ですよ。ここで食らう技でレヒデが確認を取られていると、まずい。確認取られていなければガーディアンでアローラで強引に削れるんで、とりあえず挑発は決めてるの。ここは自然の怒りで、おこれ切れたか。まあ多分ムーンフォースじゃ割れないんで、相手の身代わりはここは自然の怒りで割りに行きます。サイコショック、あショックの方が OKOK、こっち B が硬い入れ切れなんでショックは問題ない。さすがに2回耐えると思うけどですね。自然の怒り OK。 ただなこっから厳しいっちゃ厳しい展開なんだよな。まあ、ラスト次第だけど、クレスの HP はがっつり削れても全員がこのクレスに S 曲げてるからな、ちょっとこれは弊害ですね。この選手の S が遅いポケモンを固めすぎた。でここはガーディアンであるので削りに行っていいはず。ここで考えてる、なんだハッサムバックとかを気にしてるのかな、わかんねえけど。2回目そう積んださ、リヒデが、いやクレスがリヒデの前で悩むこと普通ないですよね。まあ相手がしたら自然の怒りで半分通っちゃうからな。まあリヒデってまあメジャーな方は木の実とあとは水 Z なんですけど、ガーディアンでアローラ型はそんな多くないので、そこは多分あんま警戒してないと思うんですよ。あーここ引いていくんだ、ハッサム。そしてハッサムか、それはいいな。でも自然力の Z 技でもここで相手ハッサム切っちゃうとさ、こっちのラストがハッサムの場合に結構きつくないのかな。多分メザ炎とかなのか、クレスが分からん。まあ、今の対面リヒエに対してハッサムは投げしても、ハッサムってほとんど仕事で、まあ、バレパン一発殴れるぐらいなんで、何警戒したんだろうな。まあここバレパンで一発削ってくる形ですかね。てか壁を再展開したかったのかな、ハッサム切って。おバレパンもしてこないか、さすがにこの意識は飛ぶでしょう。でハッサム飛ばしての、でですよ、ここはおそらく光の壁が飛んでくる。投げられる可能性がゼロではない。サンダーに行きますか。でサンダーでボルチェンから展開でいいはずだな。光の壁、はい、リフレクター多分貼ってきますよね。まあ、毒でいいか。ここでなんか謎の交換とかしてくるかもしれない。ゼロではさすがにないですね。でここ特連出したらクレセには引きづらいはずではある。でもここでさボルチェン入れたらさ結構落ちるかな。いやこのターンじゃ多分落ちないな。ここは毒落ちます。何も積んでない状態でレヒエとクレセを対面させたいんですよね。当たらない。何もなかったなこのターン。まあ、ここは今当たっても当たっても関係ないんだよな。もうサンダーの HP は全く関係ないですからね。僕はボルトチェンジで放電、あここ放電なんだ。ちょっとでも削ろうという魂胆ですかね。でボルチェンでこれでコケコを突破しつつミストフィールドをさらに展開して挑発が打てるわけですよクレスに。だから速攻でサンダーに引いて毒毒押せばいい。ミストフィールドは冬にはね乗らないのでクレスに毒は入りますね。それでまあまあ有利とは思うけど、あでも瞑想から、いや身代わりから入られるとちょっと厄介か。そんなこともないか。とりあえず挑発いいな。ここは身代わりから来たら自然の怒りで割ってサンダーバック、いや身が結局どうだろう割ってからサンダーバックでいいか。そうですね。でここは挑発からどっちから来るんだろう。身代わりから来るかな。あ瞑想が来た。オッケー、こっちの方がラッキ
お相手ナクラザルを2回で3打落ちるか、クルセの最高ショック小次ぎで。いや落ちるとは思えない、130は微妙かな、削りにしとくか、レヒレ落としてもらってからっていう展開の方が。さっき2回積んでレヒレに対して70ダメージぐらいでしょ。あ、じゃあさすがにダンパンも入れたら耐えそうですかね、最高初級2回は。これで耐えなかったらごめんなさいって感じなんですけど、サイコショック、はい、できるだけこの毒を入れたいんですよ、クレセンに対して。あ、思ったより入ってる落ちるか、毒毒で毒が入れば問題ないんですけど、サイコショック、思ったより入ったな、耐えて。あー、ダメかちょっとやらかしたかもしれん、これは。いや、サンダーを残しておいても仕方ないのもあったんですけど、結局サンダー出しちゃうと上から右側で跳ねちゃうんで、立ち前としてはこれしかなかったんですが、やらかしたかもしれませんね、自然の怒りで。とはいってもリフレクター切るからマンムーがぶん殴れるんですよ、クリスを一応。だから絶対に無理ってわけじゃないな、自然の怒り。こっちは自然の怒りがあるんで、クリスの HP は削れるんですよね。ザンパンがあるとちょっとだけ回復されていくっていうのはある。挑発の効果溶けた、光の壁なくなった、これ殴ってくるかな。それから瞑想を積んでくるか、身代わりは多分ないと思いますが、こっちからしたら瞑想を積んでくれた方がありがたいかな。まあ、サンダーお亡くなりになってしまったけど、たださっきも言ったように、あれは例えばヒレを切ってから出すって動きは現実的じゃなかったというか、結局もう1回ぐらい瞑想積まれるか、あるいは身代わり貼られちゃうので挑発のターンが切れてね、まあ、なんで立ち回りとしては間違ってなかったんですが、サンダーの耐久を過信しすぎたっていうのはありますね。ここ悩むか、太鼓ショック、ここは殴ってくるみたいですね。これ一発耐えたけど無理だよな。あ、耐えた、えらい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 、オッケー、これはだいぶでかいぞ。これはだいぶでけえ、ここは挑発、身代わり外、これが嫌だったんですよ。身代わりってこれをつららばりで、もう一回瞑想詰まるのが嫌なんですよ。なんでこれをつららばりで貫通して勝つっていうのが一応の僕のルートですね。ただクエスの耐久はめちゃめちゃ高いので、つららばりで貫通できないときつい。貫通さえできれば次のつぶてで倒せるような気はするんで、シャドーボール、シャドーボー最強なんだ。へー、身代わり瞑想、シャドーボー、サイコショックか、なるほど。さすがにクレスのショックぐらいだったら耐えたろ、マンメ。残飯がうざいが、仕方があるめえ、そこは。さあ、マンメ頼むぜ。2回ヒットでは身代わりが割れるかどうか怪しい気がする。いや、身代わり割るプラス一撃のダメージが必要だから、4ヒットぐらい必要かな。さすがに、3回やってたら割れると思うんですよね。2回で割れるかちょっとわかんないけど、サイコショック。頼むぜ、マンメ。ここにかかっている。まあ、半分入ってませんが、たまためが入っちゃうんで、多分きついよな。どうだろう、2回で割れたら最強だけど、割れて、お、2回で割れるか、 OKOKOK、 3回やってる気合いで、やばい、何やってんだよ。くっそ、あと一発入ってればつぶてるワンチャン落とせたかなって気はするけど、ここ身代わりは絶対ありえないので、はたきですね。シャドーボール、絶対落ちなくね、それ。こっち AD マンムーだぞ。なんか勝ったわあ、サイコショックよりかシャドーボールが入ると思ったのかな。まあいいや、対戦ありがとうございましたちょっと最後がなかなか謎な感じで終わりましたが。